皆さんこんにちは、はちまるです。今回はフリートークということで、自転車ではなくてですね、久しぶりにラジオの話、 BCL に関して。 BCL ってわかります？ブロードキャスティングリスナーですよ。ちょうどね、はちまるが中学生の頃にクーガー7、クーガー115、クーガー118、そしてスカイセンサー5800、スカイセンサー5900、東芝でいうとトライ X2000、三菱でいうと GAM505 でしたっけ。他にもね、いろいろあったと思うんですね。 FRG7 とか八重洲のね、いろんなメーカーがこぞって海外の短波ラジオを高性能に受信できるメカをラジオを出してきたんですね。1960年代ですかね、70年代前半ですね、から80年代にかけて。で、私ね、この 80S ビデオ愛でもちょっとBCL についてお話ししてる作品があるかと思うんですけれども、久しぶりにね、ちょっと今日ね、また再びお話をしてみたいと思います。今日見ていただいてますのは、私の Yahoo ID で、ウォッチリストにちょっとこれ面白いかなと思うやつをヤフオクのウォッチリストに入れてみました。一個ずつね、なんでこれをチョイスしたかというのを説明しながらお話をしていきたいと思います。まあ、ラジオ BCL に興味ない方はごめんなさい、もう飛ばしていただいて結構です。はい、私と同年代で、しかも昔ね、クーガー7、クーガー118、クーガー115、スカイセンサーシリーズ、ジーガム、トライ X ね、いろんなラジオで、まあ、海外の短波放送聞いたよっていう方はちょっと耳を傾けていただければなと思います。はい、まず最初ね、一番上からいきます。ナショナル RF1090 ラジオ2点セット検索ラジオ、ポチ。はい、これね、なんでこれをエントリーしたかというと、ちょっとよく見てください。この右側の白いラジオ、これね、なんかナショナルのなんかに似てません？ RF8887 やったっけ、ちょっと型番はっきり覚えてないんですけど、ホエロクーガーですよ。あれに似てるでしょ、ホエロクーガーに。わかります？多分ね、僕は言わんとしてることわかる人はわかると思うんですけど、このラジオなんなんって思わずね、ここにメーカー不明ね、なんか書いてますけど、これおそらく某国が作ったバッタモンですよね。これちゃうんかな、これホエロクーガのバッタモンでしょ、これどう見ても違いますかね。そっくりやもん、デザイン真似して作るのはもうピカイチの国がありますよね。はい、でちょっとね、これウォッチ入れてみました。さあ続いて、極上パナソニック RF4900、 これは欧州版の DR49 ということで、私ね、これね、 RJX4800D という日本向けのやつを一回持ってたことがあるんです。それ BCL の作品でも写真に載せてると思うんですけれども、それの欧州向け、要は周波数帯域がちょっと違うんですね、 FM 帯とか、それなんですよ、これですね、この俗に言う通信機型コミュニケーションレシーバー、これは昔憧れましたね。これね、当時10万円したんですよ、 RJX この4800D、 日本でいう RJX4800D、 欧州版は DR49、 これの、極上備品となってますね。極上、まあお値段の方も6万円。これ確かね、昔ほんま傷一つないデッドストック品とかいうのを7万か8万で私買った記憶あります。RJX4800D です。違ったかったかな、 RF4900 やったかな、ちょっと忘れたんですけど、なんせこれですよ、これをね持ってましたよ。懐かしいな、もう今手元にないです、もう転売しました。同じく7万か8万で転売しましたけど、これ懐かしいね、思わずね、懐かしくてちょっとね見てるんです。ひょっとしたら買うかも買うかもしれない、もう一回欲しいなと思ったりしてます。はい、ちょっとウォッチ入れてますね。さあ続いてです。音響がね、真空管ラジオ出してたんですね、昔。ポチ。はい、これ、このね緑のこのランプ、これ
なんかご存知です？これマジックアイと言います。要は、選曲して同調ができた最適なポジションのところでこのグリーンのランプが点灯するんです。同調ランプが。これマジックアイと言いますね。音響がね出してたんですね。音響スーパーってなってますね。へー、音響ってラジオも作ってたんだ昔。これほら、音響ラジオ、大阪音響株式会社、真空管ラジオですよ。へーっていう感じですね。ちょっとびっくりしちゃいました。さあ続いてはね、クーガー118。これ実はね、私が中学生の時に親父に頼んで中学1年の時に買ってもらったラジオ、初めて買ってもらった BCL ラジオなんです。今もね、押し入れの中に1台眠ってますよ。そしてクーガー7 RF ん887やったっけ。さっきホエロクーガーって言ったのは RF888 だよね、多分ね。違うかったかな。あのクーガー7とクーガー118は今80系の押し入れで眠ってます。結構備品のやつが、それ取ってあるんですよ。でね、これもね、当時僕が中学生の時に4万2000円したラジオですから、今で言うと10万以上ですよ。10万以上のラジオですよ、中学生に。なんと贅沢な。親父にしがみついて、もうすねかじりまくってね、買ってもらいましたね、これ。うん。めっちゃ思い出あるんですよ、これ。6バンドレシーバーっていうね、これね。懐かしい。まだこれ、健在に、ね、売ってますね。ヤフオク市場では中古ですけど、当然。さあ続いてはね、皆さんナショナル派の方は多分こちらよく買われたんじゃないでしょうか。クーガ115、短波向けラジオとしては大口径16センチスピーカーを内蔵して音がいいと言われたクーガ115です。はいね、今私もね、80のこの部屋の中にクーガ115 1台あるんです。ただしスピーカーがカーオーディオ用のハイファイスピーカーとトレードインしてるんで、めっちゃ音いいですよ。低音と高域が、もう高域なんかシャキーンって出ますよ、金属音が。トレードインしたんです、私がちょっと改造してというね。21世紀のクーガー クーガー115って言って1台ヤフオクで売り飛ばしましたけど、はい、ですわ今1台あるんです、それ。はい、で続いてがね、スカイセンサー5950。これご存知ですかね。スカイセンサー5900というのは知ってると思いますけれども、スカイセンサー5900にカセットがついたのが5950になります。当然、2分の 10kHz 直読ということでね、これもね、なかなかレアもんですよ。これいくら？今1300円。こんな安いわけないよね、絶対。もうこれレアもんですよ。はい、さて続いてはですね、アンティークラジオまとめて10台。これすごいなと思ってちょっとウォッチ入れてみました。誰買うんでしょう、これ。ほら見て、これ RF101 やったっけとかね、クーガー5600、これ忘れた。これ5800でしょ、5800でしょ、2200でしょ。ホイロクーガーですよ。これパルサーですよ、パルサー。これね、僕も一回使ったことあるんです、このパルサー。持ってたことありました。これパルサー2200やったっけな、忘れたな。パルサーなんですよ、山陽の。懐かしい。こんだけまとめてって、これね、ジャンクでもいいと思いません？これ、何が言いたいかというと、モックアップ、飾りに置いてても様になりますよ、インテリアとして。うん、これどうなんですかね、これ動作するって書いてたかな、どうやったかな。うわ、写真多いね。ちょっとこうジャイロとか折れたりしてますけど、音出ないですね。音出ないのもありますね。あ、これも音出ないですね。あ、8700か、パルサーは。ね、思い出した。そうやねえ、懐かしいわ。懐かしいですよ、これ。だって使ってたもん、このパルサーも。2200はね、確かね、中学高校の時やったから、友達が持ってて一時貸してもらったんです。
これか周波数2分の 10kHz 直読はって。だって僕クーが118しか持ってませんでしたから、直読なんかできないんですよ。インターバルシグナル、俗に言うステーションジングルを聞いてね、5分前から放送開始5分前から流れるステーションジングルで放送局を一生懸命探してたんですから、この2分の 10kHz 直読ができる、待ち受けができるというのはめっちゃ画期的だったんですよ、当時 にしては。うん、待ち受けできるんだもん。こっちは放送が始まらないと IS が流れないとね、選曲できないという状態でした、118は。うん、だったんでね、このクーガー2200にしろ、5900にしろ画期的やなと思いましたね。さあ続いてはですね、高級感のある本格モデルをお探しのために出ました、このソニーの多分 BCL としては最高機種、これデジタルカウンター搭載で、デジタルカウンター搭載ちゃうかったっけ、あれ、あーですよね、ですよね、搭載ですよね、これ、これね、確かね、当時の値段で32万円ぐらいしたんちゃいましたっけ、もっとした、40万ぐらいしたっけ。これすごいですよ、超波中波短波全オールウェーブスで、こうカセット内蔵してるでしょ、これ、これすごいよ、これ。これもね、ちょっとやや難ありやったかもしれないですけれども、インテリアとしては抜群にいいですよ、これ。まあこれ今6万1000円ですけど、これ40万ぐらいしたと思いますよ、30万から40万、ワールドゾーン、これはね憧れでしたね。こんなん絶対触れると思わへんかったもんな。だってこんなんとかドレークとかね、あとその八重洲でもね、最高級品とかいろいろあったんですよ。もうドレークなんかそうですね、絶対触れる、もう手にできると思ってなかったもん、こんな中古市場でもない限りね。うん、で続いてこっちは日本版 RJX4800 です。4800D はね、ここがねグリーンの液晶ディスプレイなんですけれども、 D でない4800は、ここが赤色の、まあディスプレイなんですね。はい、でこれもね、今26,000、入札ないですけども、これどうやったのかな、電源が入ることだけ確認か、壊れてるかもしれませんね。なんともですけども、はい、まあでもインテリアとしていいかなと。さあ続いてです、これね、先ほどはあのソニーの最高機種 CRF330 でしたけれども、今度はナショナルの最高機種 RF8000、 これね、といってもこれデジタルカウンターはついてないんですけど、これもね、カタログ見て、いやすっごいと思ってましたよ。60万ぐらいしたんちゃうかな、確か当時。うん、これも憧れでしたね。これなんでこれなんかでも写真がこうブレてるわけ、なんか二重になってんな写真が。うん、あ、60万って書いてますね、そうそう60万でした、1976年。もうパナソニックの技術の推移をね結集した受注生産のラジオだったんですよ。これもすっごいですね、ラジオですよ、60万。こんなんでね、深夜ラジオだけ聞いてたらバチ当たりますよね、ほんとね。さあ続いて、今まで言ってきましたホエロクーガー、やっぱりホエロクーガーというとこの色、レッドでしょう。しかもこの、見て、このホエロクーガーっていう三角帯がついてるって、これね、普通ほら何、単行本とかでもブックカバーとか、こういうちょっとしたこう表紙みたいなんてすぐなくすじゃないですか。これがついてるってめちゃくちゃレアですよ、これ。ホエロクーガーっていう当時のキャッチコピーのシールがちゃんと本体に残ってるって、これめっちゃレアでね、これ2万円出しても買う価値あるわ、ほんと。これしかもちゃんと動くって書いてあったと思うんです。うん、ちゃうかったかな。動作に関しては一通り確認しておりますって書いてるでしょ。これはね、私ほんと買ってもいいかなと思って、ちょっとウォッチに入れてます。ひょっとしたら買うかもしんない。うん。これはいいわと思って。で、続いて、パナソニック。これね、実は、こいつはね、なんでウォッチ入れてるかというと、ナショナルのラジオって、ジャイロアンテナが売りだったんですよ、昔。わかります？普通は、中波放送、AM 放送を聞くときって、
フェライトバーアンテナが本体に内蔵してるんですね。 AM 用のこういうあの何て言うんですか、鉄棒みたいな棒、フェライトバーアンテナって言うんですけど、こうコイルぐーっと巻いたあれがね、あの本体に内蔵してるんで、普通は例えばあなんか受信状態悪いなと思ったらラジオ本体自身を回転させないと、電波の受信状況が改善されなかったわけですよ。それがこのパナソニックナショナルはね、このジャイロアンテナというのでフェライトバーアンテナを外に出しちゃうと、ラジオの外に、でカリ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 って言って回せるようにしたんですね。これがなんとクーガー7からそうなったんですよ。で、クーガー118もそうですし、クーガー115もそうなんですけど、それが現代に息づいてるのがこの RFU700AS というやつでして、ほら見てこれ、これ今の、いやこれ今売ってるんですよ、まさにパナソニック。これちゃんとジャイロアンテナついてるんですね。え、ジャイロアンテナファンの人これいいと思いません？現代版ジャイロアンテナですよ。カリカリカリっていう、これいいでしょこれ。あ、こうやってやっぱりいいものはね、時代を超えて息づいてるんだと思いましたね。でちょっとウォッチにね入れたんです。別にこれ買おうと思ってません、言っときますけど。はい、で最後になります。鉱石ラジオ、俗に言うゲルマニウムラジオです。懐かしいでしょね。でちょっと入れたんです。しかも今100円って、これね、ほらちゃんとプレートまでついてるんですよ、鉱石受信機。これはね、100円、ほんまに100円だったら買う価値ある。1000円でもいいんじゃないですかこれ。これで本当に放送を聞けた時の感動は多分ひとしおですよ。だって電源不要なんだもん、乾電池いらない。うん、鉱石ラジオですから。え、君あなた何言ってんのっていう人はね、一回鉱石ラジオ手にして聞いてみてください。電源不要でちゃんとなるんですよ、ラジオって、鉱石ラジオは。はい、ということで今日はね、ちょっとラジオについていろいろお話をしてみました。私が気になってるねこれらのやつ、ちょっとウォッチにね入れてまとめてもフリートークということでお話をしましたけれどもね、下は100円からね、現在上は75万円まで、ピンキリの、さすがオークションというだけあってね、もうプレミア価格になっておりますけれども、この中のねどれとっても私いいかなと、それぞれに、魅力的な商品が出品されてると思ってウォッチに入れました。